こんばんは。こんばんは、きたくんで、ありがとう。こんばんは。ありがとう。今日はありがとう。ありがとう、こちらこそ。とっても嬉しかったよ。星ありがとう。いい感じに活躍してた。本当？ 本当に？なんか、今日はみかんの剥き方で、かじけんスペシャルだったんですけど。来てくれた方とってもありがとう。DMM で見てくれたみんなもありがとう。そう、今日はみかんの剥き方で、そこ4回目だっけ確か出場。嬉しいことで。あと今日ひんやりクイーンの景品もいただいたんですよ。嬉しい。ひんやりクイーンの景品はひんやりスイーツということで、シューアイスをもらいました。きのこさんに。嬉しい、本当に。星ありがとう。誕生日に配信見れて幸せ。おめでとう。ハッピバ、ハッピバ。バラありがとう。星ありがとう。ハートありがとう。星ありがとう。大活躍？嘘？マジ？でもクイズにちょっとだけ貢献できたので、都道府県のやつと一番北の店舗はみたいなやつと、なんだっけ、あ、梶健一さん、1日5食予約しました。本当に？ 本当にいいの？バラありがとう。金魚ありがとう。梶健年間パスもらえるのか。もらえると思う、きっと。ハートありがとう。ハートありがとう。そう、秋田県は別に長柳さんが一番北の店舗は秋田県でとか言ってたわけじゃなくて、その車両の中で、静岡のビラ配りに向かう時の車両の中で、店舗は浜松もあるけど秋田県とかもあるんですよねみたいな、そう軽く話してたのを盗み聞きっていうか、まあ、聞こえてきちゃって、秋田もあるんだっていうのをすごい覚えてて、全然北の店舗とか言ってなかったけど、秋田があるってことは、で北海道はなかった気がしたから、まあ、結構北だし秋田かなって思っただけ。答えを教えてもらっていたわけではないので、他チームの皆さん怒らないでください。星ありがとう。チームワークよかった。本当に。K2 だからね。ご褒美もらえてよかった。よかった。ひんやりクイーンだから、さくは。これからも体温低く、志は高く、いきます。きのこさん、ギリがたい。ギリがたい。そうですね。覚えててくれました。さくは忘れてた。星ありがとう。静岡ロケ楽しみですね。本当にもうマジで心の底から苦しかった。人見知りなので、もうなんか桜部には話せる方なんだけど、さくのこと好きだから、好きな人しか集まらないから、 SK48 の現場はだから話せるけど、街中でビラ配りってなると、サクのこと好きじゃないどころか知らないし、ビラなんか配ってて、なんかもう「もらってください、もらってください」なんかさ、もう押されたらさ「え、何この人」ってなるじゃん、きっと。逆にもう好かれるどころか嫌われちゃうんじゃないかって思って、めちゃくちゃ辛かったけど、頑張りましたよ。本当に。不思議な方にも話しました。話しかけました。 流れるか分かんないけど、不思議な方に話しかけたの。楽しかった。ビンゴ運がよくそこそこ前の方で見られましたね。通路側だったからすごい
構見やすかった。さっこっちからも。モカモカダメだよ、モカちゃん。キノコのシューアイス、ああモカ、キノコのシューアイスじゃないよ。キノコさん問い詰められてまして、そうですね、申し訳ない、あの答え教えてもらったわけではないのでね。タコありがとう、ハートありがとう。お勉強のせいか、お勉強してませんよ、さくは。別に梶健一さんはなんかパパに聞いたことある気がする。梶健はなんかあのパパは豆知識を話しがちだから、あの梶健は梶健一って人があの作ったから梶健なんだよみたいな豆知識を聞いたことがある気がしたから分かった。ハートありがとう。秋田県4個、なんか話してることで気になったこととかは結構覚えてるんだよね。あの興味ないことは覚えれないんだけど、カジケンは興味深いので。3対1で不思議勝って、すごっ、3対1すごくない？いいじゃん。とってもエブライトンめっちゃ調子よくて、てかすご素晴らしい、今回今季ブライトンに勝ってほしい気持ちでいっぱい本当に。でもやっぱシティも強いしね、難しいと思うけど、秋田県お見事だった。手つなが最後かと思ったら今日もやった、嬉しいことだ。タコありがとう。カンニングですか？違いますよ、社長の名前を覚えるのは大切だもんね。そうだね。ハートありがとう、金魚ありがとう、電球ありがとう。雑談覚えていたのすごいね、なんで覚えてたんだろうか。結婚してありがとうするよー、かわいい、ありがとう。え、モバメ取り始めたよ。えー、マジで？月始めがお得なんだよ、モバメっていうのは。でも9月からそうできないからね。ありがとうね、このもう1週間ぐらいしかないのにありがとう。モバメはね、あの月であのお金払うので、月始めが一番多く読めるからお得だからね。サクが復活したらまた月始めから撮ってね。かわいい、ありがとう。7時10分から、あ、そうそうそう、メールさっきさ10分って送っちゃったんだけど、めっちゃ早く準備できたから5分から始めちゃった。試食したことある？ない。ビラだけ記憶力の勝ちやね、イエーイ。そうだけど、なんかきのこさんが教えたみたいになっちゃって申し訳なかった。お花ありがとう、今日はありがとうございました。よく見えました。さくもよく見えた。裏書き全部、あ、そう、裏書き、あの生写真の裏側全部コメント書けました。みんなありがとう、本当にありがとう。今日もね、あのみかんの時にリハ終わりにあと5枚くらい残ってて、書き終わっ、それもあのみかんのリハ終わりに書いてついに終わりました。たくさんありがとうございます、本当に書かせてくれてありがとう。きっとね、あのもりもり書いたので喜んでもらえると思いますので、お楽しみに。あとね、さあ半分半分っていうか遅れちゃった部分あったじゃん、日程を遅めた分もあって、それで公式からの発表がなんか準備に不備があったみたいな感じで書いてあったからかなって思うんだけど、まあ、メール返信とか、まあ、DM とかでなんか管理気をつけてねみたいな、これからは管理気をつけてねみたいな結構来てて、まあ、未だに来るんですけど、策はしっかり管理してたし、むしろもうサイン会の前日にマネージャーにちゃんと渡してて、そう準備万端でこっちも楽しみで、すごいだから早くから準備してたんですけど、マネージャーさんがなんか、まあ、結構ね、言わない方がいいか言わない方がいいかもしれないけど言わないとこ、そうだから策が
なくしたとか用意してなかったとかではないので、あんまりちょっともう言うのやめてほしいですそう、ちゃんと準備してたし、そこもみんなと同じぐらい楽しみにしてたから、もう前もって準備してたので、管理不足でも準備不足でもないので怒らないでください。お願いします。かわいい、ありがとう。未完全のイベント、中日ホールからよく呼ばれるようになったよね。そう、激辛カレーを食べさせられたあの日から結構呼ばれるようになって、まあ、嬉しい反面違う、嫌だった反面嬉しいんですけど、呼んでいただけるのは。でもいつかまた激辛が来るんじゃないかって怯えながらね、企画は結構ギリギリまであれ知らないんですよね。私も台本が来るまで知らないから、何でこれは何で集められたんだろうって思ってちょっと不安だったね。激辛なんじゃないかと思って。ハートありがとう。静岡ロッケ楽しかったよ。あ、いいな。明宝フランク見たよ。飛騨牛串も見た。え、なに？あ、戦国焼きそば美味しいよね。ハートありがとう。ビラ配り心折れそうになる。え、だよね。だよね。本当に。もう、泣きそうだった。で、涙出た。本当に。マジで苦しかったもん。いちいち落ち込むな、とか言われて。きのこさんにめっちゃ笑われたんだけど、本当にね苦しいんですよ。不思議な方、え、不思議な方なの本当にまあ見たらわかる、流れるかわかんないけど。だるまありがとう。あ、ティッシュね。もかちゃん今日はどこに登って、登ってるんじゃなくてカーペットの裏に入り込もうとしてるから、ちょっと汚いからね。すべての運使い果たしてあの席になりました。桜部連番素晴らしかったね。あ、そうそうそう、サータンと一緒に行ったよ。だるまありがとう。久保くんもやばかった。え、久保くん最近見れてないですね。ダゾーンで見れるから見なきゃ。山作挨拶だけかわいい。まっとうよ挨拶だけね挨拶だけ可愛い山作だよ地獄耳咲ちゃん、地獄耳なの本当に、やめたいマジで。地獄耳っていうか地獄脳っていうか、悪い部分だけ捉えちゃうのやめたい。だから褒めまくって。あー、ごめんごめん。モリがさ、カーペットの下で遊んでて絶対汚い。汚いよ。可愛いじゃん。星ありがとう。可愛いありがとう。おお、すごいすごい。シーギ点取りまくってる。ナイスナイス。ハートありがとう。無双盛り？何無双盛りって？カジケン？マヤさんの生誕行くこんだよ。イエーイ。9月1日のモンボメが最後。そうだよ。得とかなんとかいいんやで。いいの？サクだったら絶対月始めに入るのに。ありがとう。ハートありがとう。あ、そう、え、確かに9月1日だけだからさ、もったいなくない？普通に。え、どうするの？もったいないよね。普通に30日までの方がいいんじゃない？30日にさ、全て送り尽くした方がいい説ある？これもったいないよね。1日だけのために払うのやばくない？申し訳ないんだけど、どう思う？一度大会した方がいいの？え、強制大会にならないのかな。きっとお金は引き落とされなくなると思うんですけど。お疲れ様ありがとう。あ、外れたからさらしない行きました。楽しめた。サイリウムありがとう。金魚ありがとう。菅原さんがガン詰めしに来て、すごいね、楽しい方ですから。菅原さんは優しくてね、
今日もね、あのまやさんがサク写真撮りたいって話しかけてくださって、であの休止寂しいって言ってくださってめっちゃ嬉しかったです。たくさんレオナさんにもサクちゃん寂しいって言ってもらえて、すごいなんかこんなになんかチーム E とかはあのアンダーも出てないから、すごいチーム E の先輩にもそうやって思っていただけるのがすごく嬉しいです。パッと見 K2 辛いの入れすぎじゃないみたいにも見えたけど、そうでもないのかな。赤だからね、やっぱ辛くなっちゃうのかもしれないけど、糸唐辛子は結構いろんな面あのチーム入ってるし、普通にまあ糸唐辛子はそんな辛くないと思う、きっと。だし食べるラー油も全然辛くない。あのキュウリにつけるってよく食べるんだけど、サクはあの本当に美味しい。ただだから大丈夫でしょ。でキムチはあのキムチ辛さが苦手な方はまあきっと難しいけど、あの酸っぱい感じだからキムチの辛さは、だからまあ賞味激辛ではない、大丈夫。でもサクは全部食べたかった。ポテトチップス入ってんの絶対美味しいし、あのホルモンとニンニクとかもね、そんなん美味しいに決まってるよ。私まあ K2 はもちろん食べますけど、美味しいよ全部。みんなで飲みしてるから無音で何話してるか分かんないけど、今日はサクが一番可愛かった。イエーイ。そうなの？無音なの？だからさ、筆圧やばいからね、ペンがめっちゃ出なくなった。すっかすか。なんかちょっと途中さ、あのちょっと字薄い方いる、読めるんだけど、読めるような字で書いたけど、薄なんかスカスカな方いるかも、ごめんね。読めるぐらいのあのインクだから。あ、大阪に家事券ないから毎日食べられないのが悔やまれる。え、悔しい。え、 K2 食べてね。 K2 いいじゃなくて K2 ね、いいもう素晴らしいんですけど、サクだよね。サク応援してくれるでしょ。今のかな、かってるか。ありがとう。そう、サクちゃんは本当に楽しみにしていたので、あの書き方はサクが悪いみたいに読み取れるからよくない。え、だよね、思ったよね。サクちゃんなくしてないの。思った。サクもあの文がさ届いて、こういう文載せますって言われて、え、これサクが悪くならないって思ったけどさ、なんか対なんか何抵抗できなくて、あ、わかりましたって言って言ったけど、よく考えたら策が悪くなるじゃんって思ったら、案の定さ怒られて、あ、怒られたっていうか、あの準備ちゃんと管理した方がいいよって、あのアドバイスのお言葉をいただいたので、本当にあの大切にしてますんで。私はもうね、だってお家に持ち帰った時も、あ、ちょっと今ないんだけど、ミニーちゃんのあの箱にね、厳重に保管して、モカちゃんも触れられないぐらい厳重に保管して大切にしてるんですよ。うっかりさんじゃない、うっかりさんではあるんだけど、でもあのファンの方が絡むことはあの絶対そんなヘマはしないようにしてるので。そう、ファンは大切にしてる、みんな知ってるから大丈夫。ありがとう。サクの隣の星がいて焦りましたね。素晴らしい並びでしょ。はっきり言っていいと思う。だってあのこれで統一してくださいって言われても、準備が不備ん、準備に不備があったっていう言葉で統一してくださいって言われたから、あの、あ、隠しなさいってことなんだって思って、でもそれでまあ、あの隠した方がいいのかなって思って言わなかったけど、でもあの結構たくさんそのアドバイス DM がとかメール返信とか来てたから、いや、そう思われるんだったら、まあ、言った方がいいかなと思っただけ。言わないですけど、詳しくは言わないですけど、策はなくしていません。これ言わないでね、載せないでね、あの切り抜きとか載せないでね、怒られるから本当に。激辛の時のリアクションめちゃくちゃ良かったね。本当にもうあのね、
なんだ辛すぎて言葉が出ないわけ。だからうーん、睨みつけるしかないよ。きっとみんなもそうなると思う。そんぐらい辛いからね、あれ。ハートありがとう。2回配信してくれてありがとう。ありがとう、本当に。こちらこそだよ。さくちゃんが悪くないの分かってた。ありがとうね。そう、分かってくれてる方もいるけど、分からない方もいるからね。たまやありがとう。電球ありがとう。おかえりなさい、激辛企画が用意されてます。いやだ、いい、いらないいらない、それ。花火の辛いのチャレンジならしますか。花火の辛いの、まあ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 、花火食べれるならやりたいあ、クマありがとう。なんか可愛いゲームみたいな。クマありがとう。マルケン、涙出てたら泣いて、違う、もう、もうこれちゃんぐらいうるぐるぐらい。ビラ配り立ち会いたかった。本当にさ、もうツイッターで呼びかけようかと思ったぐらい、もう悲しくて。なんかまあ普通なんだろうけど、さくもきっとさ、あのそんなカメラを向けられてビラとか配ったら、あのプライベートっていうか、普通に家族と来てたり日常だったら、映らないようにしなきゃとか思っちゃうから、まあ、きっと皆さんの行動は、まあ、当然なんですけど、やっぱりね、渡す方は結構もう「あ、大丈夫です」って優しく断られたとしても傷つくから、これからはどんなビラでもどんなティッシュでも、受け取ろうと思いました。キノコ配ってこいと言い返して、です、なんかめっちゃ、あのまあ俺はできるからみたいな俺はまあもうやってたしみたいな、もうグイグイいけちゃうからみたいな、めっちゃ言われたから。でサラちゃんが「じゃあやってくださいよ」とか言っててめっちゃおもろかった。気軽に長良川来てや、行きたい行きたい本当に。なんかね、あのさきちゃん、お姉ちゃんもね、全然食べ足りなかったって言ってた。食べたいのたくさんあったのにみたいな。だからまた行きたい。断られる時より無視される方が辛い。でもさ、すごい「いや来ないで来ないで」みたいなもう言われてめちゃくちゃ傷ついた。あ、もう存在しない方がいいんだみたいな、めちゃくちゃヒステリックになった。だからさくは本当にビラ配り向いてないので、もうこれからビラ配り系の、あの企画があっても本当に使わないでほしい。さくマジで傷つくから。キノコでいいと仲直り、仲直りって喧嘩してないよ。カットインからやばいゴール決めてた。今やっぱね、久保選手すごいからね。こんばんは。ゴール決めて切れてて可愛い。なんで？どうしたの？山作って真剣な呼び方。誰かにも呼ばれた山作って。誰かファンの方が山作って呼んでた気がする。10年ぶりに火事件。10年ぶりなの？行こうね、それは。9月になったら嫁さんと一緒に食べに行く。いっぱい食べてね。試食したしてない。9月1日で最後って、もうバメお得じゃない。お得じゃないよね。お得っていうか、なんかもったいなくない？握手とトーク申し込んでもいいですか？サクが愛おしい。来て、本当にいっぱい会おうね。もうサクは多分心がすり減ってると思う。あ、発表されましたね、33枚目のシングルの、日程も発表されたんですけど、サク参加できるみたいなので、こちらもぜひね、会いに来てください。あと9月7日と8日の幕張メッセのトーク会で、7日は8部9部で、8日は8部だけが余ってるみたいなので、あの来てくださると嬉しいです。7日は
生誕ティーとあのコスプレっていうかなんかピンクの制服みたいなやつ、もうだってサクが戻ってくる頃には JK 終わってると思うから、終わってるっていうかまあほとんど最後だから、だからまあ制服見納め企画ということで7日に着ようかなって思ってます。で8日は生誕ティーと私服で、私服はうーん何にしようかな、あ決めた今決めた、あの白のフリフリでうーんポニーテールにする、ポニーテールかハーフアップにすることなので、ぜひ来てください。もったいないとか気にしないでね。だってもったいないよ、一日だけのためにさお金払うのもったいないよね。もったいないって言わないで、嘘本当にお試し枠で、あそういうのがあるんだ、解約しないから大丈夫、ありがとう。30日間でちょっと他のメンバーに振り返るわ、んどういうことだ、あ強制大会になれ、お金は引き落とされなくなる、ちゃんと、あ1日だけ取ってもおばめのメンバー変えれるよ、そうなの、なるほどね、現地会で毎月会えるね、えかほさんはもうめっちゃ優しくて本当にあの頑張ってねって、あの何もあのなんかねだったりとかしてないのに生写真にあのメッセージを書いてあの持ってきてくださったり、わざわざあのさくのとこに来てはいあげるって持ってきてくださって本当に嬉しかったですし、あとお話も聞いてくださって、でも困ったらいつでも話聞くし飛んでいくから連絡してねって言ってくださって、困らなくてもいつでも連絡してねってかわいい、今日連絡先を交換できたんですよ、嬉しい、ハッピー、金魚ありがとう、愛されているね、とっても嬉しい本当に、大好き、あ、糸唐辛子辛いの？え、そうなの？あんな細いのに。じゃあやばいかも。トッピングダブルに挑戦してみる。ぜひ。小食だから一杯ずつ攻めます。一杯ずつ攻めてください。酸味強いから麺に合うよ。そうなの？ハートありがとう。のんびり待ってる、ありがとうね、インクあっても読みづらいけど、嘘だ読めるよ、さく自分で読めるからきっとみんなも読める、ペン何本使った、え、もうなんか全部、ま、今も出るっちゃ出るけどカスカス、これぐらい使ったカスカスだよもう全部、情けない本当に、どのチームも美味しそうだからカジケンは DD を許してる、まあ、K2 をいっぱい食べてくれたらいいよ、え、すごっ、2ヶ月毎日5食食べたら1日約300食食べられるから4人、1日約300食、あ、1人約300食か、1人約300食食べれるから4人いたら1000食はクリアすごい毎日5食やばいや、電球ありがとう、切れていいレベル、本当にモニちゃんの手形つけてませんね猫アレルギーの方がいたら危ないと思ってモニちゃんには一切写真を触らせないようにしました、変なボス、サクちゃんのサクへの愛が強すぎて変なボスしちゃういいんだよ、
星ありがとう。こんばんは。運営側の準備に不備がありましたって書いてほしい。そう、きっと、まあ、こうやって今日ショールーム見てない方も実際さ、あの文を見たら佐久が準備してなかったんだって思う方もきっといるから、悔しい。それは準備しました。豆電球ありがとう。アドバイス DM マネージャーさんに見せた方がいい。だってさ、もうたくさん謝られたっていうか、なんかなんかその攻め続けてもこちらも逆に申し訳なくなってくるから、いいんですけど、あの文面はちょっと嫌だったっていうこと。金魚ありがとう。星ありがとう。タコありがとう。さくちゃんの宣言初めてだったから届くの楽しみすぎる。え、嬉しい。金魚ありがとう。電球ありがとう。激甘企画、え、激甘やだ。激甘も激辛も嫌い。台湾までスパ、おいしそう。コバありがとう。やばい、復帰おめでとうの花火5からを用意しました。やばいそれ普通に花火食べたい。星ありがとう。豆電球ありがとう。配って気づいた。本当に気づいた。今まであのティッシュとかは結構もらうけど、ビラとかは、うん、あんまもらわない方だったので、だからでもめっちゃなんかさ、もらってくださいみたいな、もうなんか心配になる方はもらったりしてた。あ、きっとこの方はノルマがあるんだろうなというような方はもらったりもしてたから、これからはノルマとか合いそうな人とかも関係なく誰でももらっていきたいと思います。金魚ありがとう。9月5日までだからお得？ん？どういうこと？そうなの？鈴木さら、鈴木さらマジですごいです。本当にあのもうメンタルが強すぎるし、でも何言っても、あ、全部聞き流しちゃうんでみたいな。え、すごい、本当にすごい。なんで？マジで強者ですよ。慣れだから、え、ね、言ってたそれ。きのこさんも言ってた。まあこれは慣れだから、まあ数積めばいいんだよみたいな。え？マジって感じ。激辛食べながらビラ配りのお仕事が一番厳しいやん。本当に無理、それだけはもう勘弁。本当に、もうなんか見知らぬ方と関わるの本当に苦手。ダメだ岐阜戦あるし、行くか悩んだら暑すぎてな。あー暑いよね。でもぜひぜひ、サッカー楽しいよ。かわいい、ありがとう。 NG、 NG とまではいかないけど、どうしてもと言われたらやりますけども。次のシングル前に行く。ありがとう。イエイ、嬉しい。え、純情がはいい曲ですね。多分びっくりした。もう公開されたのかと思ったびっくりした。純情がはめっちゃ渋いあのタイトルなんですけど、だからみんな、なんて思う、なんだそれって思ったかもしれないけど、すごくなんか儚くて、歌詞が苦しい、苦しくなるけど素晴らしくいい曲で、振り付けも可愛くて、可愛いっていうかな、綺麗な振り付けだし、で衣装はめっちゃもう めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛くて、あの何かになったんですよ、7人で。だからまあそれ楽しみにしててください。 MV もすごいね、撮影楽しかった。次のシングルも全部行く、ありがとう。通所会とか妹と一緒に遊びに行く。ありがとう。演歌ではないね。思った。さくも最初じゃあ純情がって聞いた時、演歌って思った。8日行くね、ありがとう。待ってるね。
さくちゃんが学生じゃなくなっちゃうのまだ全然想像できない。え、それな、さくちゃん学生じゃないからね、もう少しで。まだ半年あるんだけど、やばくない？高校卒業しても制服着ていいと思う。コスプレになっちゃう、やだ、悲しい。まあ着るとは思うけど、きっと。宣伝画像作ってたくさん宣伝するね、めっちゃ嬉しい。宣伝画像とかめっちゃ嬉しいからさ、あのぜひぜひたくさんねやってね。あの日程自分の誕生日があるので言わずに会いに行く。なんで言わないの？ありがとう。絶対可愛いやつ、イエーイ。今日は白のワンピース、今日の白のワンピースめっちゃ可愛かった。これだよ、可愛いでしょ。卒業したい制服着ないの、わかんない。悩ましい。33枚目のトーク会不参加だっけ。参加します、休日なので参加させてもらえることになったのでね。損得では考えない。すごい、なんていう素晴らしいの。ハートありがとう。モバメのメンバー買えないから安心して。ありがとう。さくちゃん以外にモバメ取りたいメンバーいない。なんて素敵なの。あ、クレカ決済の場合はメンバー変更できないらしいです。何、公式のニュース出たけど29日公演できるとね。なんで、どういうこと。バブルも日数に応じて文字数増えるからずっとさくちゃんのまま待ってる。ありがとう。未定になっちゃった。なんで、ついに連絡先交換できた。そう、なんかカモさんにそうやっていつでも何でも話してねみたいな、いつでも呼んでねって言ってもらえて、でも「でも私連絡先知らないんですよ」って言ったら「そうなの？」って言われて、なんか知らなかったみたいな感じで。しようってカホさんから言ってくださってとっても嬉しい。でも交換できたはできたんですけど、なんかそう送ってねって言ってくださったとしても、何送ればいいんだろうみたいな、なんか下手なことを送ってなんかもうちょっとめんどくさいとか思われても嫌だし、まあカホさんは優しいからそんなこときっと思わないと思うけれども、でもちょっとでも返すの後でいっかとか、なんか後でいっかはいいんですけど、なんかちょっとなんかなんていうの、手間を取らせたくないというか自分のせいで。カホさんはもうお忙しくて毎日頑張ってらっしゃる方ですから、本当にもうサクなんかに時間を取ってほしいとか全然思ってなくて、もう生きてるだけで素晴らしいから、もうサクのための時間なんか全然使わなくていいって思って、もう健康に楽しく生きてくださるだけでいいからって思っちゃうの。わかる、この気持ち。勉強に関してはカホさん以上に頼りになる先輩はいない。そうなんですよ、カホさんもねたくさん勉強との両立を頑張った先輩とたくさん聞いているので、そう、そんな先輩がそうやってなんていうの、声かけてねって言ってくださるのがとっても嬉しい。すごい量のペンが犠牲に、全部ちゃんと、まあ、一応使えるっちゃ使えるけど、もうすっかすか、悲しいことに。あ、でもこのペンだけはこっちの太い方は使える。これで書いたら文字全然書けないからね、細い方しか使ってないんだけど、認知ないけど楽しみにしております。でもね、たくさんメール返信くれるからわかるよ。みんなに愛されてるのはサクさん、サクがたくさん頑張ってきたことわかってるからだよね。嬉しい。古文並みで読むの難しい。嘘だ、読めるよ。タコありがとう。油人のポイントカードめっちゃたまりそう。油人なんだね、油んちゅかと思った読み方。ブリ島生活を思い出す。楽しかったね、さくあの時も。ブリ島をさ、コラボする前から大好きだったからバレたって思った。さくがブリ島を毎日食べてるのバレたのかなって思ってた。
さくの誕生日プレゼントにディズニーランド買ってあげたね。それ見た、マジで面白いんだけど、その発想が素晴らしい素敵な発想だ。金魚ありがとう、豆電球ありがとう、星ありがとう、もかちゃんもさきちゃんも会えない。もかちゃん、もかちゃんはどっか行っちゃったんだよ。ユニコーンの雲ありがとね。キュートビューティーベイビー作すごいセンキュー。佐藤ラテちゃんかわいい。激酸っぱいわ、やだ。星ありがとう、金魚ありがとう、こんばんは。昨日ストーリー本当に幸せな気持ちになる。え、そう、リールね、リール初めてあげたんだ。ずっとさ、ユニバの時に動画あげてよって言われてたけど、なんかあんま納得いってなくて、あの動画に、だから載せれなかったんだけど、ディズニーは載せましたのでぜひ見てください。もう見てくれた方はありがとう。大好きなね、エレクトリカルパレードの音源を使ってちゃんとね、あのピースのところでキラキラーンってなるようにとか、あとあのウェルカムのとこで、あのシンデレラかな、こうやって手を振るんだけど、イーパレの時にそれもあのサクがこうやって手を振ってるのと合わせたりとか、結構こだわって作ったので見てください。星ありがとう。夏休みのプールの思い出ありますか？夏休みのプールの思い出？あります。めちゃくちゃありますよ。なんかあの子供の時に、夏休みなのかな、でも夏だ絶対、プールに行って家族で、であのちっちゃい時だったんで、あのプールに足がつかなくて、あの浮き輪とかで過ごしてたんですけど、でもウォータースライダーの後って浮き輪無理じゃん。で、あ、ママに捕獲してもらえばいいやって思って、あの下にママにいてね、いてもらおうとしたんですよ。で、あのサクはママがいると信じて、あのウォータースライダーで降り立ったわけ。そしたら下にママがいなくて、で、あの2列あったのね、ウォータースライダーが。で、片方にはお姉ちゃんが滑ってて、もう片方にサクが滑ってたので、パパもママもお姉ちゃんの方で捕獲してたわ。で、サクはもうズドンって落ちて、でも足もつかないから溺れてるわけで、溺れてることに気づかれずに、まあ数秒、ね、助けて、もうバタバタしてたのね。そしたらやっと気づかれて拾い上げられたんだけど、でも大泣き、もうウォータースライダーなんか一生乗りたくないとか言って大泣きして、そっからもうめちゃくちゃもうママにブチ切れて、なんでいないんみたいな、いるって言ったから降りたのに、もうウォータースライダーなんか乗るかみたいな感じでめちゃくちゃ怒って。だけど、まあ大きくなって足もつくわけで、ウォータースライダー乗ってるんですけど、今はね普通に乗ってる、流されてるんですけど。でもその後すぐ乗ったの。乗ったの？え？負け知らず本当に、え？乗ったらしい全然覚えてないけど乗ったらしい。だから多分さ、負けず嫌いで、あのもう何、悔しかったらもう一回やってやるって思う人なの。もうなんていうの、泣きずさり、泣きずさりっていうの、もう泣いて、あの弱いまんまで終わりたくないから、もう一回滑ってやるって多分言ったんだと思う負けず嫌いだからね。これが夏休みのプールの思い出。最悪な思い出でしょ、本当に嫌だ。だからプールあんま好きじゃない。いや今は好きなんだけど、でも最近行ってないな。なんかプールね、なんか人が多すぎて嫌だという思い出でした。星ありがとう。ビラ配りに感情はいらない。えさ、もう感受性豊かだからさ、嬉しい時はもう、めぇ嬉しいってなるし、悲しい時はうーんってなるし、あの感情が出やすい人だから無理なんですよそれ。さらちゃん、さくちゃん真逆のメンタル、そうマジですごい、
見習いたいわ。9月から学業頑張ってください。ありがとう。ビラが捨てられてるのを見ると辛い。え、捨てられてるのは見なかったけど、なんか断られたのが辛かった。ハートありがとう。バラありがとう。真逆すぎて気が合いそう。そうなのかな。星ありがとう。バラありがとう。金魚ありがとう。うん、そうそうそう、慣れるまでに心がすり減る。そう、そういうこと。なんか、まあ、メンタルが強い人っていうか弱すぎない人はそれ慣れるまでやればいいって思うかもしれないけど、マジでもう死ぬほど弱いので、サクはもうちょっとミスっただけでずっと引きずっちゃうの後に。あの時はこうしちゃったからなとか、さっき間違えたからなみたいな、ずっと考えちゃって、その後がもう沈むばかり。バラありがとう。コバありがとう。ダルマありがとう。ハートありがとう。ハートありがとう。純正側が来ました。あやめろさんでしょ。あやめろさんが純正側って読んでた。かわいい。曲調渋い。渋くはない。浴衣で歌ってそう。違います。あ、全然演歌じゃない。ハートありがとう。骨格心拍数略してなんて呼ぶの。わかんない。なんかさ、先輩ってすぐさ結構略しがちじゃん。サクが一番驚いたのは12巻。12月のカンガルーは12巻っていうらしいです。面白いよね。あと片思いファイナリーは片ファイ。この略すやつ大好きだから、あの先輩のをあの盗み聞きして、あの使ってるよく。変化じゃないよ。こんばんは。学生じゃない、復帰した時に学生じゃないのか。え、ちょっとは学生期間あると思うけど、マジでちょっとだから。うん、K2 の3人が白かったのはたまたまです。ハートありがとう。台風、あ、そういうこと。え、28だよ、大丈夫。え、台風がずれたの。え、28だよ、きっときっとできますから。1ヶ月に1通しかもめ来ないメンバーがいて。あ、そうなんだ。でもね、まあもめのなんていうの、どこに重点を置くかは、まあ、メンバーそれぞれなのでね、それぞれの良さがありますからね。バラありがとう。初見です。ありがとう。星ありがとう。タコありがとう。早口ね、もうやだ。早口になって。マジで。やっぱね、推しメンのことっていうか、まあ、好きなことを話すと早口になるんですけど、まあまあ気にしないでください。本当に健康で元気でいてくれることが一番。ありがとう。みんなもそうやって思ってくれるの。ハートありがとう。どんだけネガティブな。そうなんですよ、だからみんながいっぱい褒めて自己肯定感を上げさせてほしい。作にペンは支給されるの。されません、自腹です。うーん、間違いなく筆圧強すぎ。そう、本当にそう。え、そうそう、シマンチュとかさ、なんていうのあれね、そういう読み方するじゃん。アブランチュか、油盛りみたいな。先盛りだっけ。なんかさ、人っていろんな読み方するよね。なんだこれって思った。サクランチもいますか。います。ブリトーサイン外れ。サクフォントマジでサンプル取りたいって言ってる印刷関係の友人がいるのが。やばい、それはすごい嬉しい。8000億円かな。高い、高、買えるんだ。いい、いい。もうそれはね、ディズニー様はディズニー様のやり方がありますから。サクが買い取ったとしても、あの素晴らしい、あのなんていうの、サービスはご提供できないので、ディズニー様があの提供してくださるサービスをこれからも受け続けたいので、幸せなんだそれが。
イパレの音楽素晴らしい、ピースの時のキラキラリーンが素敵。え、でしょ、あそこめちゃくちゃいいでしょ。後ろ姿多めのやつね。創作は一緒に行ってる感を出したかったから、後ろからね、お姉ちゃんに全部撮ってもらったんだ。ユニバ動画はバブル限定でも、いや確かに、でもなんか人も映ってるのがちょっとね、ディズニーのやつもちょっと映っちゃってるんだけど、ユニバは明るい時に撮ってたから結構映っちゃってて。かわいい、ありがとう。爆弾10個ありがとうね。ディズニー一緒に行きたい、もうみんなをね案内したいし、なんか紹介したい。ここがミッキーのお家です、ここがミニーのお家です、こっちはミニーのスタイルスタジオです。ミニーのお家とミニーのスタイルスタジオ、どっちも行ってくださいやりたい。え、そうそうそう、カメラマンさきちゃん、おめでんきゅうありがとう。さきちゃんかわいそう、え、でしょでしょ、かわいそうだよね。みんな怒って、怒ってもっと、もうさくちゃんよく切れるね。ん、さくが悪いのこれ、だってさく死ぬかと思ったんだよ、本当に助けてよ。ハートありがとう。結局の段階負けず嫌いだからね、不幸なエピソードたくさんありそう、たくさんある、本当にもうやだ。金魚ありがとう、可愛いしかない、なんで死にかけたんだよ本当に本当にね、めっちゃ負けず嫌い。お化け屋敷とウォータースライダーどっちが嫌ですか。お化け屋敷だね絶対に、本当になんかもう歩いてるだけで怖い。一回ね、なんかめちゃくちゃ小規模お化け屋敷入ったことあるんだけど、マジで生きてるってか、動く人間がやるお化けはいなくて、置物だけのめちゃくちゃ小規模お化け屋敷入ったことあるんだけど、それでもなんかもう誰か来そうって思って、って怯えながら歩いてた。てか暗いとこがを歩くのが嫌いなの、そもそも前が見えないのが怖いから。だからもう眠いてない。星ありがとう、ハートありがとう。ナイトプールとか行きたいですか。行きたい、楽しそう。ナイトプールはなんかウォータースライダーとかなさそうだから。金魚ありがとう。感情すごいさ、めっちゃ出やすいでしょ。だってみんながさ、まあ、例えばだけど公演中にサイリウム8本とかなんか、まあ、たくさん持ってたりしたらめちゃくちゃなんかうんって顔しちゃうし、別にわざとはやってるわけじゃなくて、もう心の底から出ちゃうの、許してほしい本当に。なんかもうわざとじゃないならしょうがなくない。そうだよね、もう全部出ちゃう人だから、嬉しい時は嬉しい顔するからね、たくさん喜ばせてね。怒った顔見たくない方は。金魚ありがとう。渋谷のとんかつ屋には味噌カツがなかった。え、わかるわかる、それなんかさ、駅とかのサンドイッチも味噌カツサンドじゃなくてソースカツサンドなのがめっちゃ気になる。味噌カツの方が美味しいのにって思っちゃう。メンタル防御力 0.1 ぐらいだから、そうなんだよ、悲しい。メンタル強くなりたい。バラありがとう。金魚ありがとう。12巻寿司みたいわかる。え、そうなの、曲を略すのはオタク発祥だと思う。そうなの、なんだろうな、え、なんだっけ、何を略そうとしてんだっけ今。あ、そうそう、ダンスの先生がめっちゃ曲名略すの、めっちゃそれを聞くの楽しい、大好き。あ、そうだ、告白心拍数を略しようとしてる。え、告白心拍数だから告白絶対違うよね。リスペクトを感じないから略さない。さくもあんまりね、なんか
曲は略しちゃうかも。ちゃんとあのツイートとかするときは略さないようにするし、あとグループ名もあんまり略さないように心がけている。え、すごい、エブリデイカチューシャはエビカツって略すの知らなかった。どこにツがあるの、すごっ。昨夜の愛が強くなりすぎた、嬉しいことだよそれは。ね、キスキキもいいよね。バラありがとう。モニちゃん見れますか。乗せようかな。じゃあバラありがとう。ペンはマッキーですか。マッキーです。マッキー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 、全部マッキーだ。でもサクはこのなんていうの、このタイプよりもこのノック式のタイプの方が書きやすくて好きなんだ。どうでもいいけど。うん、あ、早口でも聞き取れる。ほんのよかった。純情川の略は純歌かな。純歌、なんだろうね。桜ウェールの返信を褒めまくってるけど自己肯定感が上がってますか。ちょっと上がる。もっともっとだね。公演の出演なくなるから太らないでね。わかりました。太りません、痩せます。こんばんは、ありがとう。ランドだったらビッグサンダーが一番好きです。いいよねビッグサンダー。夜のビッグサンダー素晴らしいんだよね。あのイーパレ中に、あの贅沢なんですけど、イーパレをビッグサンダーから見るっていうのがマジで素晴らしいですよ。上から見るのね、素敵。やっぱまあ近くで見たいけど、うん、乗り物からの見るね景色もいいんですよね。あと C だったらタワテラをに夜に乗りながら景色を見るのもいい。センターもね、あの1回だけ開くから外を見えるから、そこから景色見るのいい。だから夜の乗り物って素晴らしい。野外に出る系のね、横じゃなくて後ろからついていかないとなるから。なんで爆弾ありがとう。ディズニーのしおり作ってほしい。マジで本当にね、紹介したい。これはディズニーランドのキャストね。それめっちゃね夢見てる。タコありがとう、星ありがとう。タクちゃんのお気に入りのポップコーンバケットは何。リトルグリーンメンのあのやつなんですけど、もう売ってないんですけど今は。行くときは使ってる。最近はねポップコーンも食べないからあんま持ってかないけど、でもお家に飾ってあるよ。あんまりねポップコーンも食べなくなった。電球ありがとう。なんだっけ、キングありがとう。ラグーナとか、あーあるね、ナイトプール。豆電球ありがとう。電球ありがとう。顔に出るタイプめっちゃね。電球ありがとう。お小顔可愛いから怒られた。なんかさ前も言ってたよね、なんだっけ、あブリトーだ。ブリトーを温めない派な件について怒られたいからみたいな。なんてことだよ。星ありがとう。7本だからセーフ。ブー。ハートありがとう。バラありがとう。クちゃんに信頼してもらえるファンでいたい。信頼しているよ、とっても本当にね。金魚ありがとう。ポイ波そうだよ本当にね。コクパク、コクパクよくない。桃色クローバー Z さん略しませんね、もう尊敬リスペクトなんで本当に大好き。早く早く行きたいな、ライブ。
コクパクでいいや、みんな広めてよ、コクパクコクパク。今からマッキー買ったけどね、なんで変なお揃い使わないでしょ絶対。だるまありがとう。耳ひいや、この前ラジオで先輩にミミちゃんって呼ばれてたの可愛かった。ミミちゃんめっちゃ可愛いよね。いいよ、みんなもミミちゃんって呼んでいいよ。佐々木彩香様は佐々木彩香様ですのでね。爆弾ありがとう。さくちゃん勉強頑張りすぎて激痩せしないか心配ですね。勉強やってたらマジで食べちゃうんだから本当にやだ。なんか勉強中ってめちゃくちゃ糖分欲すから食べちゃうんだよね。まあきっと食べない、頑張る。ミミヒー略したら起こすか。全然ミミちゃん可愛いよ。星ありがとう。知り合いの家からディズニーの花火見えます。やば、いいな。スターツアーズまだあります。まだ一度もスパイになれたことない。ママはなったことあるけど、スパイになりたい。タワテラのキャーって声、録音済みの声をスピーカーから鳴らしてるんで。そうなの、えマジで。さっきめっちゃキャーキャー言っちゃう。全然怖くないけど、もう楽しすぎてキャーキャー言っちゃう。夢の国の固有名詞使っていいの、あんまり良くないかも。あのね、メールとかバブルだとかはあんまり良くない。ジャンボリのお姉さんは、ちょっと厳しいですなんか踊り苦手なので。たまやありがとう。詰められる時下見たらリトルリーメンスマホケース可愛かった。可愛いでしょあれ、めちゃくちゃ可愛い。だるまじゃない、爆弾ありがとう。さくらちゃんこんばんは。こんばんは、ありがとう。星ありがとう。プレゼントにマッキー送ろうかな。めちゃくちゃ実用的だよそれは。星ありがとう。結婚してありがとう。するよー。エアロバイク頑張るよー。休業中はどんどん食べよう。太ると怒られるもん。そうそうそう、めちゃくちゃそれ一番の目標です。ミミフィーユでアヤカーニバルに出ることもめちゃくちゃ目標にしてます。星ありがとう。どこのアトラクションのキャストさんになりたい。きっとタワテラが C の中で一番好きなんですけど、あのタワテラのキャストになりたいって何度思ったことか。あの入って並んで一番最初の説明を受ける部屋で、あのこちらはあの呪いの偶像を手に入れたハリソン・ハイタワー三世がっていうあの説明の部屋でめっちゃ説明したかった。シリキウトゥンドゥみたいな、そうあれをめちゃくちゃやりたくて。だけど夜にあの部屋で一人でいたら絶対怖いぞと思って、最近はちょっと考え直している。でもアストロのキャストもやりたかった。悲しい。岡本彩香さんの生誕祭は見学に行きますか。参加します。すいません、参加しているので。ぜひあの出演メンバー情報を見てください。服見せて、じゃーん、かわいいでしょ。こんばんは、バラありがとう。ハートありがとう。夢の国は裏側とか何も知りたくない派です。あー確かにママがそうやって言ってる。やっぱお客さんとして行くのがいいんだよって。でもさ、大好きな場所にずっといられるのって結構幸福なことではない。何か国語とか話した方が慣れるみたいでね。そうだよね、やっぱ英語は喋れないとだよね。夜が怖いね、怖い。
こんばんは。アストラがオープンした頃からずっと乗れずで終わっちゃう悲しい。もったいない本当に。さっきこの前カンストしましたから。英語喋れるの？なんか英会話習っとけばよかったってめっちゃ後悔してる。だって学校でやるのってさ、すごい書き英語じゃん。なんか文法とかめちゃくちゃ必死に学んでるけど、結局使うのってあの英語はあの英会話の方だから、なんか文法の言葉で話すと結構さ、何、堅苦しく感じるじゃん、きっとネイティブの方には。だから英会話習えばよかったって思った。星ありがとう。夜中にいつだとか一人で乗ったらビビり散らかしそう。あれね、人形がね怖いよね結構。でもいつあの好きなところはなんか何カ国語でいっぱいさ言葉が書いてあるじゃん。あれが好き、すごい。なんかみんな一緒って感じで、みんな仲間って感じがしてすごく平和な気持ちになれる。だからあのね、すごいさ平和思想じゃない方にはぜひね乗ってほしい。めちゃくちゃ心が清らかになるからね。大好き。アストロ終わっちゃう前にディズニー行きたいねって今と話してるんで、ね、絶対行った方がいいよ。だってさ、アストロのグッズ出始めるしさ、シールももらえるし、絶対行った方がいいよ。バラありがとう。喋る方が役に立ちそう。絶対そうだよね。くっそー悔しい。こんばんは。星ありがとう。フロリダに住んでんの？すごい。海外留学したけど単語だけでも十分通じる。だから単語帳を勉強するか。佐久の単語帳めちゃくちゃ綺麗だから、もっとみんなみたいにもうぐちゃぐちゃになるまで見なきゃ。滝がザーザー音するのは裏側の高速道路の音を消すためで、あとあれだよね、エリアごとで音が違うからさ、それをあのエリアごとによって分けるための滝だよねきっと。そういう高速道路の音を消すためでもあったんだ。海外のディズニーで一番行きたいとこどこ？上海。上海行きたい。あとアナハイムディズニー行きたい。なんかピクサーのやつやってて、ピクサー大好きだからね。特にもっとディズニー教えてほしい。マジでディズニー解説で任せてほしい。シンドバッドが大好きです。あれも歌聞いたら心が綺麗になれる気がする。そうね、ディズニー映画って歌も素晴らしくって、すごい、もうなんかディズニーの歌を聴いてると何もかももう全部なんでこんなこと考えてるんだろうって、なるからすごくねいいよ。心が休まる。ミカの味方お疲れ様でした。ありがとう。グッズ欲しいよね、わかる。英語話せないから今の仕事で苦労してる。あら、英語は赤点でした。そうなの？さっきコミュニケーション英語だけ5だよ。ジェスチャーで頑張ればなんとかです。確かに。フロリダのディズニーが一番大きいだよ。来てパーク4つあるからね。でも1日で回りきれないんじゃない？豆電球ありがとう。あ、トイストーリー5ね、楽しみだよ。本当にずっと楽しみにしていますから。玉井ありがとう。7万歩歩いた。え、あ、アメリカの夢の国か。びっくりした。日本の夢の国8000歩ぐらいだった。やばいね、7万歩って。激痩せしそう毎日行ったら。星ありがとう。アメリカ広いから、え、楽しそう、行きたい。1週間は必要だよね。落ち込んだ時おすすめのディズニー映画。落ち込んだ時か、なんだろうな、何も考えずに見れるやつがいいと思うきっと。あ、ピーターパン。ピーターパンかリロ&スティッチですね。あのスティッチは最近ずっと見てて、作なんかもう何も考えずに見れる。スティッチがなんかおバカで可愛くて、
なんかでもちゃんと家族愛があって素敵だから好きだし、なんか落ち込んでる時とかもう何も考えずに見れた方がいい。なんか深くさ考えちゃう系のやつはなんか自分の人生についても考え直してしまいそうだから。あとピーターパンはあの夢を信じることが大事みたいな、信じ続ければ夢は叶うっていうあの素晴らしいねピーターパンのポリシーがあって大好き。それが私ね、ティンクが大好き、可愛らしくて、愛犬のナナも可愛いからおすすめではある。あ、いっぱいあるんだよねおすすめ。ダメだ、もう決めれない。ハートありがとう。バズが50体出てくるね。なんかあれだよね、結構近代的な話になってるよね、あのタブレットとかのやつでしょ。綺麗な心になる。ディズニーはきっとね、なんか誰でも楽しめると思うんだけどな、そこはもう何も考えずに。遠く帰りの家は1日で1万歩以上歩きます。どういうこと？歩いてくるってこと？何？鳥が歌うアトラクションのやつ好き。最後スティッチ出てくるやつなんだろう。鳥が歌うアトラクション、なんだスティッチ。エンカウンターしか知らないんだけど。あ、トッピングチケット K2 の方ありがとう。今日そう劇場で販売してまして、トッピングのチケット前売り券みたいな、すごいよね。星ありがとう。ピータンパンじゃないバラありがとう。スターウォーズいいよね。そうそうそう、あ、レン往復してると案外歩数が、そういうこと？それで1万歩も行くの？結構さ、それ往復しすぎなんじゃない？ん？でもさ、きっとあのずっと同じ人を回ってたらそこまで行かないと思うんだよね。回ってるな、いろんなメンバーに行ってるな。ディズニーチャンネルのドラマとか見たりさ、めっちゃ見てた。ちっちゃい時あの海外のやつとか見てた。ディズニーチャンネルで勝手に流れてくるからね、見てましたね。かわいい、ありがとう。星ありがとう。鋭いでしょう。1.5万歩。何？遠くは立ちっぱ、立ちっぱなんとかなんだ。ハンナ・モンタの、わかんない、題名わかんないけど、でも海外のやつ見てたよ。いなくなった。さっきまで暴れてたのに。星ありがとう。金魚ありがとう。星ありがとう。握手とトークのレーンが遠いからさ。そういうこと？本当か？本当かな。バラありがとう。今日もくしゃみありがとう。もうどういうこと？くしゃみありがとう。金魚ありがとう。結婚してありがとうするよ。すごい、幕張まで30キロ走っていったら5万歩超えた。すごい、ちょっと飛ばされた。何が？
みかんの見方とっても楽しかったです。ありがとうございます。本当にそれは良かった。お母ちゃん暴れてた、さっきね。ビューって振るなくしゃみ、やだー嘘だよ。ハートありがとう、豆電球ありがとうのファンです。どういうこと、どういうこと。ハンナモンタナってやつ、もし見てなかったらディズニープラスで見てほしい。見てみよう。わかんないけど、何これ、シークレットアイドル。星ありがとう。そこのくしゃみで俺、ああそういうこと、コメント飛ばされたってことかと思った。豆電球ありがとうね。豆電球じゃないのかなこれ、豆電球だよね。そんなそんな出ないです自由自在に出ませんのでね。ハッピーフィート、わかんない。こう、なになに、公園遠征すると普通に1万いく、今日は1万2000。そうなんだ、すっごいっぱい歩くね。そりゃお腹もすくよ、そんな時に家事券がぴったりだ。ユニコーンのクマありがとね、だるまありがとう。立ってるとしんどいから会場内を歩き回る、確かにね。なるほどね、転生作不足です。あら、転生作推しなの。だるまありがとう。ペンギンのやつ、ペンギンズしか知らないんだけど。最年少コンビ大活躍でしたね、もしかしてさくちゃんのためよきかも、イエーイ。星ありがとう。あ、豆電球だよね。席後ろの方だったけど、ずっとさくちゃんを眺められる位置だったからよかったですね。この神手だったもんね。7日の8部と9部も行こうかな。8日は行くけど、来て来て。7日の8部と9部は、制服着る、制服。転生とアップルの欲張りセットでお願いします嬉しいことだ、そんなの。とても嬉しいよ、2つもやらせてもらえるのは。ハートありがとうね。花火より火事券をさざるを得ない、そうだね。火事券いっぱい行ってください皆さん、9月1日からね。金魚ありがとう。転生作好きすぎるから何回も何回も見返しているくらいです。嬉しい、本当、それはびっくり、嬉しい。あ、そう、なんか前さ、あーやさんがなんか褒めてくださってたやつで、なんだろうってみんなに聞いたら、あの切り抜きで教えてくれた方がいて、作の転生がとってもいいって、あのあやさんが褒めてくださってたのを見てとっても嬉しかった。本当に嬉しい。作はあやさんのパフォーマンスが大好きで、とっても憧れてるから、なんかそんなあやさんにあのお褒めの言葉をいただけるなんて、もうびっくり、本当に嬉しい。最善上、神手は最高だった、いい、素晴らしい、本当に。今日出てきた時に、あ、いるってなったかい、あ、いるってなった。作の転生はいいものだ、嬉しい、イエイ。どうしよう、髪型どうしよう。29日、もう休業前ラスト公演だから、どうしよう。この前さ、鉄なでたくさんポニーテールの意見をいただいたのに、あのご期待に添えなくて本当にごめんね。あのウィンブルドンだったから、そういえばウィンブルドンだし、ポニーテールは、せっかくピンクだから一番漏れるやつがいいかって思って、京香に聞いたらハーフツインって言われて、ハーフツインにしちゃった。先生見たい、嬉しい。さくちゃんのパフォーマンスが大好きですね、本当に嬉しい。さくのパフォーマンスをなんか好きって言ってくれる方は、なんでって思っちゃうの。自分では、あの自分ではパフォーマンスがいいとは思ったことはないから、まあ、日々ね精進しているんですけども、
うん、なかなかね、まあ、やさこはねダンスが苦手だからなとか思っちゃうからとっても嬉しいよ。山村乳業さんも X で応援してた、見ました、嬉しい、星ありがとう、サイドポニーねえ、ね、確かにあーやさんに決めてもらえ、確かにそうします、え、すごい、みんな同じこと言ってる、あーやさんリクエストにしてもらえば、すごい、みんな同じこと思ってた、ハウスツイン可愛かった、嬉しいこと、そう、きょうちゃんがさくのハウスツインが一番好きらしい、さくはきょうちゃんのポニーテールが一番大好き、前からさくのパフォーマンス好きで、マジで嬉しい、正規メンバーになった最初の日の転生作を生で見て未だに心に残ってる、めっちゃ嬉しい、星ありがとう、ニコニコ笑顔のパフォーマンス好きだよ、ありがとう、7日も検討しますね、透けてるオタクだから忘れられてると思うけど忘れてません、あの透けてるオタクって産まないでもっと自分に自信を持って、本当に透けてないから忘れないでください、あ、なんかもっと自分のことも覚えててくださいみたいな、忘れないでくださいみたいな言われたんだけど忘れてないもん、めっちゃキラキラアイドル好き、嬉しい、めっちゃ嬉しい、表現力が素晴らしい、え、嘘、表現力がないってさくはずっと言われてきたよ、あの初期の頃はね、今はできるようになったのかな、じゃあ表現力がないから表現力を出せるようにしようねってたくさん言われて、それに悩んでた、ずっと結婚してありがとうするよ、結局なんでも可愛いけどやっぱりローツインテール、一回しか見たことないけど堂々としてよかった、ほんと爆弾ありがとう、丁寧でちゃんと踊ってるからとっても好き、嬉しい、笑顔だったり仕草だったりアイドルだなって、もう嬉しい、成長した、ありがとう、最強、イエーイ、丁寧なダンス、おお、ラップも上手だよね、ラップ本当、一回誰からも忘れられて、もう一回で出会いからいないし、なんで、積み重ねてきたものがあるから、それをね大切にしたらいいと思うよ、きっと誰もね、そんな責める人はいないから、こんばんは、どこからどう見てもキラキラアイドル、イエーイ、初期に見た時は好きですよ、ほんと、結婚してありがとうするよ、歌詞をちゃんと理解してパフォーマンスしてそうだなと思ってる、歌詞はね結構読むタイプ、結婚してありがとうするよ、ダンスの抑揚がうまくなって、すごいめちゃくちゃ見てくれてる、キラキラアイドル、イエーイ、全情顔にラブありますか、どうでしょう振りが丁寧、イエーイ、すごい嬉しい、バラありがとう、あ、もう1時間やっちゃったから終わりますね、そろそろ、ありがとう、とってもハートありがとう、ありがとうございました、たくさんありがとう、ありがとう、ありがとう、それではランキング発表しますね、ショールーム花火大会2024って出てるんだ、これ花火やってない今年、13位はアッキーありがとう、12位はパンダくんありがとう、11位はマルケンありがとう、10位はゴロありがとう、9位はコッシーありがとう、8位はマッピアありがとう、7位は現場監督ありがとう、6位はおやまありがとう、5位はジェイありがとう、4位はピラトモありがとう、3位はリカオありがとう、
2位は M ありがとう。1位は高久ありがとう。ありがとうみんな、とってもありがとう。ハートありがとう。今来た。あーへえ、ありがとうね、ありがとう。こちらこそありがとうね。星ありがとう。星ありがとう。ありがとうね。今日も皆さんありがとうございました。とっても楽しかったです。また次はいつできるかなという感じなんですけど、間に合わなかったか、また次やったら来てね。あと9月7日と8日のトーク会もね、ぜひ会いに来てください。7日は生誕ティーと制服着て、8日は生誕ティーと私服着ますので、ぜひ会いに来てね。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう、バイバーイ。明日はギフトだね。ギフちゃん聞いてね。バイバイ。スクショないあっぶねー。待って、みんなバイバイって言ってない。ああまだ、ストップ。嘘ついた。待って、みんなまだ逃げてない？いるのいるの危ない、大切しダメだって、逃げないで、いるのいるよごめんね逃げないで、危ねえ、危ない、本当に危ない、はい面白い、本当にいるくんだよ、絶対逃げた人いるよね、策のせいだこれははいはい、チーズだって逃げるとはい、チーズうんふんふん、絶対逃げた人いる、なんで早いの？あ、逃げかけた、よかった早いよみんなふんふんふん逃げるってな、絶対逃げた人いる、もう早いんだよ、いるくんだよありがとう、うんふんふん、はい、チーズ、はい、チーズ、あとは何、何があるの、あ、みかんの剥き方だったから、うんふんふん、オッケー、今日腕が大きく見えました、クリームパン、クリームパンじゃない、オッケー、取った逃げ足がよかった、みんなまだいて、バイバイって言ったじゃんえ、そうですね、策が悪い、これはすいません。ありがとう。あ、できた。オッケー。取った。オッケー。配信切れるまで見てる。最高じゃん。ありがとう。大魔王って言われたんだけど、大魔王からは逃げられる。サクのこと大魔王と思ってんの？いいけど別に。ありがとう。逃げないでいてくれてありがとう今日も。僕のこと忘れないで、忘れないよ、僕のこと
僕のこと忘れないからサクのことも忘れないでね。大天使だってよかった。大魔王だと思われてるかと思った。ありがとう。おやすみ、おやすみ、ありがとうね、バイバーイ。大丈夫だよ、逃げて。